はい、こんにちは。レック専任講師の矢島です。本日は令和元年度、2019年度の予備試験の論文分析会で、私の方の担当は刑事訴訟法と、行政法ということでやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ本日、全国中継ということで、ちょっとカメラの向こうの方ね、もしかしたら聞き取りづらいところもあるかもしれませんけれども、なるべくはっきりしゃべるようにしますので、どうぞよろしくお願いします。ではですね、まず私この今日レジュメね、レックのレジュメと、あと私が作ってきた講師レジュメっていうのがありますので、両方ちょっとね、準備をしておいてください。でまず、30分ぐらいずつですね、行政法でさ、その次に刑訴法という形で、説明していこうと思ってます。で、行政法の方ですけども、これ同時に開けておきましょうか。問題文ですね、レックレジュメの方に問題文がついておりますので、ちょっとこちらですね、レックレジュメの問題文、まず見てください。でまずですね、これ設問1のところなんですけれども、縦、1ページのところの下の方をですね、レックレジュメの方ですね、こちら1ページ目のところ問題文で、で下の方設問1と設問2っていうのがあるんですが、設問1のところちょっと見てもらえますかね。要は原告定格聞いてます。でこうちょっと内容ですけれども、これね、とりあえずですね、なんかこの原告になろうと思ってる C さんのね、お隣のところに なんか大きなね、電光掲示板みたいな広告みたいなのが立っちゃうんですよね。でそうすると、ちょっとこう眩しくてね、景観害するし、あとこう夜もね、眠れなくなっちゃうんだっていうことで、ちょっと苦情を訴えて、それでですね、その電光掲示板のね、広告物の設置許可の取り消し訴訟の方を起こそうと思ってるんですけど、原告規格があるかどうかってことが聞かれてます。でちょっとそういう観点で設問1の3行目見ていただけますかね。ここなんですけれども、 C は本件取り消し訴訟における事この原告定額についてどのような主張をすべきか。でここなんですよ、C の立場でこれね、主張をこれから書いていかなければいけないっていうところを押さえておいてください。通常ですね、行政法の過去問ね、司法試験とか予備試験の過去問とかを見てると、問題文見てね、この C の立場、要は原告の立場で書かせるときと、そうじゃなくて、逆にその公権力側の方でね、書かせる場合、それから特にこの当事者の立場をこう限定せずに、普通に相談を受けた弁護士の立場で書かせるときがあるんですが、今回はですね、この原告の立場ね、原告になろうと思っている C さんの立場で書いていかなければいけないというものになってます。というわけで、そこのところをまずしっかり見極めるというところが大事ですね。今回中立的に書くんではなくて、この C さんの立場で書いていくということが求められているということになります。でそうするとね、この問題すごく難しくなるんですよ。なかなか一般的に判例を知っているとね、原告定格がこう認められなさそうな法律上の利益をね、警官の利益とか、安民の利益とかで、特に警官の利益って判例見てると、なかなかその警官の利益を根拠にですね、原告定格認めてくれないんですよね。でも今回ちょっとその C さんのね、原告になろうとしている人の立場でやっていかなければいけないので、そこのところがやっぱちょっと頭使ってほしかったところなんだと思うんですよね。試験考査員が要は既存の知識にとらわれずね、この設問の要は問いにね、素直に答えるっていう観点から、本気でこの C さんの立場で理論構成をね、組み立てることができるのかどうかっていうところをおそらく聞いているんじゃないかというふうに思います。でこの C さんのちょっとね、困りごとを見てみましょうか。問題文のですね、本体の方なんですけれども、下の方ですね、下から2段落目、最後の段落は1行しかないんでね、実質一番下の方の段落になりますが、一方という段落見てください。ここに C さんのね、ちょっと困りごと、悩みごとが書いてありますので、ここをうまくね、法律構成して原告定額を認めてあげたいわけなんですよ。でそうすると、この本件申請、お隣にものすごい派手な、広告塔が立っちゃうっていう、その許可処分の、にかかる申請なんですけども、本件申請がされたことは、本件申請地点の、このね、隣地、隣に居住する C の知るところとなったと。でそしてC は本件広告物について派手な色彩や動きの速い、動画が表示されることにより、まずここです、落ち着いた住宅地であるこの、周辺の景観を害するんだと。隣にこんな派手な、広告ができてしまうとね、とりあえずまず景観害するんだ、お隣の人だからね、やっぱ相当迷惑なんだと思うんですよね。お隣に立っちゃうんだと、隣地ですからね。そしてさらにもう一つの利益としてはね、景観の利益の他にもう一つ言ってまして、この鈴木のとこです、明るすぎる映像が深夜まで表示されることによりね、本件広告物に面した寝室を用いる、C の安眠を害する恐れってことで、安眠の利益ですね、安眠確保の利益、この2点のところを言っております。さて大体こんな感じだということが、把握できたんじゃないかと思います。じゃあこれちょっとここは開けといてもらってですね、ちょっと私の講師レジュメの方をちょっと見ていただけますかね。講師レジュメのところですけども、この1ページ目のところで、このレジュメの全体的な概要なんですが、この、1ページ目のところ目次みたいのつけておきました。ちょっとページ数すいませんね、書いてないんですけど、縦1のところで、回答の方向性と回答に必要な基本知識で、これで行政法刑訴法の順番で書いてあります。でその後縦2のところで、これ矢島ゼミの私の、ゼミの、出身者で、昨年の司法試験合格者にちょっと書いてもらってね、大体、皆さんがこう一つ目標にできるようなところの立場の人だと思うので、そういう人がこう答案書くとどうなるのかなって
ということでね、ちょっと私のゼミ出身者に答案を、書いてもらってます、そして最後にこちらレック答案、うん、でレック答案はレックが作った答案はこちらの問題文の冊子の方についてるんですけど、まあ、こちらに対する私がねちょっとメモ書きしたコメントを、こちらの私の講師レジュメの後ろの方にですね、まあ、差し込んであります。結論からするとちょっとねレック答案の方の行政法はこれそのまま出すと合格できない可能性があるかなっていうようなところですね。で係争法はまあなんとか合格できるんだけど、まあ、もうちょっと工夫するともっとすごいいい答案になるんじゃないかなってことでね、まあ、そんな感じのところでちょっと私のメモ書きをね入れたものをですね、こちら講師レジュメの方の後ろの方にですね挟んであります。でまあとりあえず今行政法になりますので、私の、その講師レジュメの2ページを見てください。私の、ね、講師レジュメの2ページの方ですけども、縦1回答の方向性と回答に必要な基本知識です。で括弧1の設問1のところですけれども、1個目の、ね、ブロックのところです。設問1では処分の名当て人以外のもの括弧第三者のこれすみませんね原告適格なんですけども原告適格が問われていると。でこの設問を回答するのに必要な基本知識は、まあ、まずね行政事件訴訟法の9条1項それから2項の解釈論と、まあ、その解釈論を、ねまあ、踏まえた判例の理解ということになります。原告適格の分野はやっぱり有名な、ね、最高裁判例がいろいろ出ていてねその9条2項の使い方をいろいろ理論的に示してくれているのでやはりその事前のインプットの段階でね判例っていうのはこういうふうに9条2項解釈してるんだっていうのを頭にまず入れておく必要があります。でその後ですけれども3行目のところですが、判例は取り消しを求めるにつき法律上の利益があるものに取り消し訴訟の原告適格を認めており、処分の名当て人以外のものに法律上の利益が認められるかについては行訴法9条2項の、ね、枠組みに即して、まあ、判断しております。でまた判例は原告適格を認める場合法規範レベルでどのようなものに原告適格が認められるかを明らかにした上で、いきなり場当たり的に、ね、9条2項から直接山田さんに原告適格があるとか斉藤さんに原告適格があるってやらないんですよ。まずは9条2項の枠組みに即してどの範囲の人に原告適格が認められるのかという法規範を示します。でそういう法規範が示されることによって要はその判断の正当性が担保されるんですよね。場当たり的にやってるんじゃなくてね、まあ、似たような事案に適用したときに同じような安定した、ね、結果が、まあ、得られるんだということでね、そういうところの正当性が担保されるということになってきます。で最高裁の判例を見てるとちゃんとそれ必ずやってるんですよ。そこのところね9条2項から必ずその原告適格が認められるものの範囲をこう明らかにしてね、でその後に最後当てはめ山田さんがじゃあそこに入ってんのかとか斉藤さんがそこに入ってんのかとかね、そういう形でやっていきます。そしてですね、この私の今のこのブロックの下から3行目のところですが、その規範を事案に当てはめてね、当該原告に原告定格が認めるか否かをまあ判断していると。まあ、設問1におきましてもこうした判例の判断構造判断枠組みをね、まあ、踏まえて C がどのような主張すべきかをね論じていくといいというふうに思います。で、この次の2つ目のブロックのところですけども、本問で C が主張している利益ですね。でこれ2つあります。さっきまあ確認しましたけどね、悩み事2つありましたよね。まず1のところですけども、まあ、本件広告物によりね、落ち着いた住宅地である周辺の景観を害されない利益、まあ、特に C さんお隣にねちょっと派手な広告物ができてしまいますので、まあ、結構切実な、まあ、問題なんだと、まあ、思うんですよ。そして今度2のところですけども、本件広告物により安民を害されない利益だと、まあ、ド派手なね明るい広告物がやっぱお隣にできてしまいますとね、窓をこうね返して、光が入ってきて眠れなくなってしまうかもしれません。まあ、こんなところの、まあ、2つの利益を主張しております。で A 県側の反論で、まあ、考えられるのは基本的にねこういった利益って一般公益に吸収解消されてしまいまして、なかなかこう法律上保護された利益、要は原告定額を基礎づけるようなですね、法律上保護された利益って判例からすると認められにくい傾向にあるんですね。で特にその中でも景観の利益って本当に判例見てると本当に難しいんですよ、原告定額を認めることに関してね。でそういうのを踏まえてですね、まあ、A 県の反論としてはまあ1の利益も2の利益もね公益に過ぎず、まあ法律上保護された利益に当たらない、特に景観の利益に関してはね強くそれをね言ってくるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。さてでそれを踏まえてね、本問で悩ましい点、次の最後のブロックのとこです。まあ、今回 C の立場で頑張っていかなければいけないのでね、まあ、行政法の先ほど言った通り行政法の試験でね原告定額を聞かれるときっていうのは大体こう大きく3つのパターンがあって、その今回みたいに原告の立場でねどんな主張すべきかっていうふうに聞いてくるときと、その逆に公権力側ね、今回だったらまあ A 県側ってことになると思うんですけど、県側の方でまあどういうことをね主張すべきか、あと今度はその立場をね指定せずにまあ中立的にね、その法律家としてのまあ皆さんであればまあどういうそのね回答するのか、どういう結論を出すのかというふうに聞いてくることがありますが、今回はその原告になるねこの悩みを抱えた、まあ、C さんの立場でですね、どういった主張すべきなのかということをまあ聞かれています。まあ、そんな感じのところでこの悩ましい点というブロック見ていきましょう。
まず丸一の利益、まあ、景観の利益ですが、丸一の利益は条例1条の良好な景観を形成し及び風致を維持しというところや、条例2条の良好な景観を形成し阻害及び風致を害しというところにまあヒントがあるが、まあ、やっぱり一般的に公益性が強くね、法律上保護された利益というのが非常にまあ困難なものであります、まあ、ここが悩ましいんですよね。そして今度丸二の利益ですが、次のところですが、これ安民の利益ですが、条例の方にはですね、公衆に対するこれ1条ですね、条例1条にはですね、条例1条に公衆に対する危険の防止というところや、条例2条にね、これも条例2条ですね、2条に公衆に対し危害を及ぼす恐れのないものというところにまあヒントがあります。ただね、その条例の委任を受けてその制定されたね規則がまあ、あるんですよ。許可基準、まあ、今回ちょっと許可区域でありまして、今回広告出すのにちょっと許可制が取られてるんですけども、そのね許可基準をその定めている規則の別表第4の1と2においては、これらのことが条例自体の方はね、大元の根拠法令、条例の方自体は、まあ、公衆に対する危険の防止で結構抽象的に書いてあるんですけど、そのもうちょっと具体的にね、その許可基準を具体化した規則の方を見ると、交通の安全を妨げるものでないことって形で、こういうことしか書いてないんですよ。そうすると安民の利益みたいなね、そういうところが規則の方から抜けてしまっているので、果たして法律を保護された利益、今回この安民の利益っていうのが、まあ、法律を保護された利益っていうのに言えるのかどうかっていうのが一つ問題になってきます。ちなみにですね、これはちょっと基本知識でぜひ押さえておいてもらいたいんですけれども、行訴法のですね9条2項に即してその原告手格を判断するにあたっては大きなね考慮要素がまあ2つあるわけですよね、まあ、条文にありますけれども、まず1つはその処分の根拠法令のね文言だけではなくて、その趣旨目的、そしてもう1つがその処分において考慮されるべき、まあ、利益の内容性質なんですけれども、まあ、本件はですね、その処分の根拠法令の趣旨目的を考えるにあたってね、特にまあ9条2項をですね、その目的を共通にする関係法令があるときはその関係法令もね、まあ、参酌するんだということが書かれてますが、今回はその関係法令がないパターンなんだと思います。それは何でなのかというと、その大元 の, その処分の根拠法令、まあ、今回の法の委任を受けてその条例が、ねまあ、制定されて、でそこにその許可の大元になる条文がありますが、その、大元 の,、ね、その許可のことを定めている条例がその許可基準自体の制定を規則の方に委任しているんですよ。そうするとこれ委任立法だということになりますので、純粋なその、ね、行政内部 の, その通達とは違ってちゃんとした立派な法規範になっていくということになってきます。で当然その許可基準自体を、ね、その大元の条例の方からその規則の方に委任してですね、その制定された規則の性質をどういうふうにじゃあ考えるかといったら、それ自体も処分の根拠法令になるんですね。ですのでその行訴法9条2項を適用するにあたってですね、まあ、先ほど言いました通り、その2つの考慮要素ね、処分 の, その根拠法令の趣旨目的、それから処分において考慮されるべき、まあ、利益の内容性質で、そしてその趣旨目的をね、まあ、その考慮するときっていうのは、まあ、目的を共通にする関係法令があるときはね、その趣旨目的をもですね、処分の根拠法令にの趣旨目的に、まあ、参酌した上で、まあ、最終的にどれぐらいのその趣旨目的に広げられるのかってことを考えていくんですけど、今回はねそこまでやらなくてよかったんで、ちょっと楽な問題なのかっていうふうに思ってますね。まあ、そんな感じの状況になっております。ただいずれにしろですね、この今見た通り、まあ、その規則も処分の根拠法令に当たるというふうに言えると思うんですけども、まあ、それも込みで見たときに、まあ、なかなかちょっと安民を、ね、こう守る利益っていうのが読み取りづらいような状態にはなってます。結構抽象的な感じで書かれてね、しかもその規則の方にはまあ交通の方に飛んでっちゃってるんですよね。こちらの方にね、安民というのはなかなか難しいのかな。ここが悩ましいとこ、私が問題文見て悩ましいと思ったところなんですよ。もし仮にこの問題が裁判所の立場で書けとか、あるいはね、その県側の立場で書けって言ったら、それ書きやすいんですけどね、こんなのも公益に過ぎないんだってことで、さっさと法律上の利益も否定しちゃってね、原告手当ないよって終わらすんですけど、まあ、今回その C さんの原告側の立場でまあ書かせる問題でしたので、まあ、ここがすごく悩ましかったですね。どうしようって感じでね。さて、で3ページの方です、まあ、一つの決断ということなんですけども、まあ、決断しなければね、既存の知識に流されて景観の利益はまあ基本的には判例の相場官からしたら原告手当認めてくれないからもうない、ね、景観の利益を根拠にも法律上保護された利益、原告手当を基礎づける法律上保護された利益はないんだと。ただ、まあ、なんとか安民の利益の方ね、こちらの方はまあいろいろこうほら健康被害の方にも関わってくるから、まあ、非常に擁護性高い利益じゃないですか、まあ、そういったものであるからなんとか頑張って9条にこうこねくり回してですね、法律上保護された利益というのに行けるかもしれませんが、それだとね、ちょっと知識をただ貼り付けてるだけの答案になっちゃうんですよね。今回あえてこの景観の利益って言って、基本的にこうね判例が認めてくれないようなものをこう出して、しかも C の立場で主張すべきことを書けということになってるから、やっぱここがその知見交差員が本当に聞きたいところなんだと思うんですよね。普通に考えたら難しいようなことを、まあ、受験生がどうやって頑張ってね、そこのところを理論的に説得的にですね、原稿手学を基礎づけていくのかってところを多分見たかったんだと思うんですよね。まあ、そんな感じで一つの決断、今回こういうふうに私は決断しました。
設問1は、想定される A 件の反論を踏まえながら、要するに C はどのような主張すべきかを問うものなので、まあ、裁判所に認めてもらうのは、ね、かなり難しいということを、まあ、承知の上で、原告適格が認められる方向で、まあ、立論すると、ね、それはやっぱり試験考査員は、ね、あの取材者の、まあ、意図分かってくれてるなということで、そこはすごく評価されると思うんですよね。まあ、そんな感じで私今回そういう方向であの書いていったらいいんじゃないかと思います。でこの下のブロックのところですね、C の原告適格を肯定するための、まあ、立論なんですけども、まあ、まず、ね、原告適格の一般的な判断枠組み、ね、あのちょっと論証例つけてありますけど、5ページのところちょっと見てください。まあ、これはあの私の矢島の即死インプット講座 の、ね、あの行政法のテキストとかの方から引っ張ってきましたけども、5ページの一番上、論証例、取消訴訟の原告定額は当該処分により、法律上の利益、ね、9条1項として法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害される恐れがあるものに認められるんだと。で処分の根拠法令が不特定多数者の具体的利益をもっぱら一般公益に吸収解消させるにとどめず、個々人の個別的利益として保護する主含むときは、ね、こういった利益も、侵害され、こういった利益を、ね、侵害され、自然的に侵害される恐れがあるものに原告定額が認められるんですよと。ということで、さらにこのそしてですけど、処分の名当て人以外の第三者についてこういった、ね、法律上の利益認められるかというのは9条2項の枠組みね、予想9条2項の枠組みに従って、まあ、判断するということになります。で判例を見てるとね、あのこれまず規範なんですよ。でその後ちゃんと9条2項を省略しないで、あの条文そのまま上げてるんですよね。それなんでかったら、それが法規範に三段論法ね、法的三段論法をするのに必要な規範になるから9条2項を上げてます。だけど受験生は実際そんなのをね、答案に書いてたら、まあ、紙も足んなくなる、時間も足んなくなるから、まあ、これぐらいのところでとどめて、あとはちゃんと9条2項に即してあのきちんと当てはめを、ね、して、そのどの範囲の人に原告適格が認められるのかということを、まあ、法的に明らかに、ね、して、で最後じゃあさ山田さんがどうなのか、まあ、今回だったら C さんですけど、じゃあその C さんがその規範の中に入るのかどうかということを、ね、当てはめしていくといいんじゃないかと思います。でこの9条2項の枠組み、この下2つ目のブロックのところを見てください。まず括弧 A のところですけど、まあ、とにかく取消訴訟の原告定額というのは、その法律上の利益を、ね、取り消し求めることについて、その法律上の利益を有するものに認められるわけですよね。でそういった法律上の利益が認められるものかどうかを判断するにあたって、特にこの、ね、名当て人以外の人に関してはこの括弧 B のところですけども、先ほど言った通り、ね、処分の根拠法令の趣旨目的、それから処分において考慮されるべき利益の内容性質で、今回はこの関連法令がないので丸1は使えませんが、この丸2は必ずどんな時でも使うんですよ。で丸2ですけども、処分において考慮されるべき利益の内容性質を考慮する際は、ここね、処分がその根拠法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容性質、これが害される対応程度をも勘案しなければいけないんだ。ここはどんな時でもやんなきゃいけないのね。ここ法規範ですからね。上の方は関連法令がない時はあの当てはめしようがないから、まあ、使わないんですよ。丸一のところはね、今回みたいに関連法令がなくて全部処分の根拠法令、しかありませんので使わないんですけど、丸二はいついかなる時でもあのやることになります。で最後のブロック見てください。参考、原告適格の判断枠組みの学説上の整理の仕方、これはこの上の、ね、当てはめするときに、ね、参考になります。まあ、判例も基本的にこういう発想でやってるはずなんですよ。で見ていきますと、法律上保護された利益説を取ると、ね、まあ、法律上保護された利益が、ね、ある人に原告適格が認められるという一般的な見解ですが、原告適格の有無は処分の根拠法令の解釈により決まることになります。でこの解釈は行訴9条2項の判断枠組みに即してするんだと。でまず、ね、この5行目ぐらいかな、ちょっとこれ30分しかないから、ね、あのちゃんと説明できないんですけど、まず、ね、丸1の処分の根拠法令の趣旨目的なんですけど、まずほらさ今回 C さん、あの法律上の利益なんか言ってるじゃないですか、安民の利益とか警官の利益とかね。でまず第一審査で処分の根拠法令の趣旨目的から、そういった原告が言ってるような主張を読み取れるかどうかってことをまず見ていくんですよ。でもあんまり厳密にまずね、第一審査の段階では見なくていいんです。まあ、一応こう法律にね、何か手がかりになるようなことがね、あるかどうかっていうところをまあ審査していきます。で一応そこのところが審査終わりましたら、今度本審査が丸2の方になるんですね。でそこのところでちゃんとその処分において考慮されるべき利益の内容性質、そして仮にね、その根拠法令に違反したときに、その利益がどんな対応でね、その擁護性が高い利益が深刻に害されれば害されるほど、やっぱ裁判所って救いの手を差し伸べなければいけませんから、まあ、価値判断としては原告定額を肯定する方向になっていくんですけど、そういう実質的な審査をするのが丸2の、ね、段階なんですよね。で非常に丸2のところは大事になってきます。ちなみに本件で言いますと、処分の根拠法令に反した場合ね、じゃあどんな利益がどんな対応で害されるのかっていうのが、ちょっと気になるところなんですけども、問題文見てください。ここですよね。今回、2ページのところ、このレックレジュメの方ですね、あの問題文関係全部レックレジュメの方見てください。2ページのところで今回ね、その許可基準の方が、規則の方に委任されてまして、で今回、この C さんが問題視しているのはこの2ページの下の別表第4括弧10条1項関係って書いてあるところなんですよ。でここに基準が書いてあるんですけど、仮にこの基準に違反して許可処分がね、広告等の設置がされたときにどんな利益がどんな対応で害されるかって考えていきます。でそうするとこの別表第4 10条1項関係で、まあ、例えばこの関数字の1のところ、まあ
自色に黒色または、ね、原色要は赤青黄の色を油を使用したことにより良好な景観の形成を阻害し、ねこの後風致を害し交通の安全を妨げるものでないこと、仮にこれ違反してこの原色使われて、ねもう良好な景観害して、この交通の安全要は原色ってやっぱ目立つから 目を奪われてしまうんですよね。でそうするとやっぱこう車運転してたりとか自転車運転してた時に、まあ、ちょっと景色を、ね、こ う, うまく見ることができなくて人にぶつかってしまったりとかね、まあ、そういう恐れも出てくるんじゃないかというのを思うんですけど、この許可基準に違反して、まあ、処分がされた場合にね、まあ、すごくこう派手な、まあ、ものが パッとこう立ってしまって景観非常に害されることになりますよね。こんな原色、ね使うことを禁止しているようなこの許可基準に反してその広告塔が立った場合ね、あともう一つ、2号の方ですけども、関数字の2の方ですけど、これに違反したらどんな利益がどんな対応で害されますか。皆さん、蛍光塗料、発光塗料、反射の著しい材料等を使用したこと等により良好な景観を形成阻害、風致を害し交通の安全を妨げるものでないこと、これ許可基準になってるんですよ、ね、これが根拠法令なんですが、これに違反した場合、ね、これに違反して広告塔が立った場合どんな利益がどんな対応で害されます。で本件はまあちょっと考えなければいけないのは、まあ、この C さんの主張している、まあ、景観の利益、それから安民の利益なんですけど、こんなお隣にねこんな派手な反射するようなものが光るようなものができてしまったら、まあ、まず景観の利益もね、いつも窓開けたらすごいド派手な、まあね、こう表示がされるってことで景観の利益非常に著しい態度で害されると思うんですよ。でその景観の利益っていうのも、まあ、普通は裁判所ってなかなか認めてくれないんですけど、今回 C さんの立場で、まあ、やるんだとしたら、まあ、景観の利益っていうのもね、やっぱ何らかの形でその健康に、文化的にこう生活するにはやっぱその人にとってはすごく大事な利益なんだと。でそんな大事な利益がね、この、今の基準に違反して、そんな派手な広告塔が立ってしまった時にかなりこう継続的に日々ね、深刻な対応で害されるじゃないかって形で、まあ、評価してあげるわけね。例えばですよ、あとはもう一つはその安民の利益のところもね、やっぱこのド派手な看板が大人に立っちゃった時にこう常にねこう夜中でも光が差し込んできて、ですねカーテンの隙間から差し込んできて、夜もぐっすり眠ってられないと、まあ、そうなってしまいますと人間というのは十分な睡眠が取れないとね、やはりこう健康被害という形で、まあいろんなこうね体の調子が悪くなるの場合によってはまあ命に関わるかもしれませんけども、まあ、生命身体という非常に擁護性が高い権利に対してですね、非常にこう深刻な対応でですね、この許可基準に違反することによって害が及ぶということがまあ想定されるんですね。まあ、そうすると、まあ、これ今一生懸命 C の立場で言ってますからね、私が心の中でそう思ってるとかそれちょっと置いといてね、とりあえず今 C の立場で一生懸命立論しようとしてますから、なので、まあ、そういったことから一応法律上そういったね C さんが言ってるような利益も読み取れて、でしかもまあ C さんの立場からしたらこれはすごく大事な、まあ、利益でね、でこんなものが基準に違反してできた時に日々深刻な対応でこう、まあ、大事な利益が害されるんだってことになったら、それやっぱりね法律っていうのは今回の処分の根拠を折るっていうのはこういう C さんが主張してるような利益をね一般公益に吸収解消させるにとどめず、個々人の、ね、個別的利益としてもまあ保護する主張を含んでるんだってことで、まあ、それでまあ原告定額を肯定してもいいんじゃないかって感じになってくるんですよ。そんな感じ、 C さんの立場から一生懸命やるんだったらねっていうことですよね。じゃあちょっと私のレジュメ見ていきましょうか。続きのところですが3ページですね。まあ、別にこれ答案っていうわけじゃないんですけど、今私が喋ったようなことをねちょっと文章に少ししてあります。矢島のね講師レジュメの方の3ページのところです。一つの決断って書いてあるところの下のね2つ目のブロックのところになりますね。でちょっと見ていきましょう。C の原告定価を肯定するための立論で、まずね、さっきの判断枠組み、さっきの論証例やってね、でその後、この次のところですけど、処分の根拠法令の趣旨目的を検討していきます。本件許可処分の根拠法令となる広告物等のね、設置に知事の許可を要する旨をね規定する条例6条は、条例1条が良好な景観を形成し風致を維持したり公衆に対する危害を防止したりすることを目的としていることを合わせ考慮すると、広告物等の設置により条例6条1項1号1号のね、1項1号の都市計画区域における景観や風致が害されることを防止したり公衆に対する危害を防止したりする趣旨目的を含んでいるんだと。そして、その規則の別表4の、ね、さっきの1と2はね公衆に対する危害の防止を交通の安全を妨げるものでないことと具体化しているけど、それに限定する合理的な理由はないので、ここでの公衆に対する危害の防止というのは広告物により安民を害されない利益も含めだと。景観の利益はまあ条文からそのまま読み取れるんでね、そこはそのまま使っていって、で安民の利益がねそのちょっとこう、交通の利益の方にこう、ね、規則の方でこう移行しちゃってるから、それをまた戻してあげるという感じね。もともとちょっともう抽象的なその公衆に対する危害っていう形になってるんで、ですけれども規則の方でさらにそこからね安民の利益から外れちゃってるので、まあ、一回ちょっとこの条例の方に戻してあげてね、でそこから安民の利益っていうのを読み取ってあげるんだって形ですね。でこれで第一審査終わりです。処分の根拠法令の、ね、趣旨目的から一応原告が主張してるような2つの利益を読み取ることができるんですよってことで、これで第一審査が終わり。で今度第二審査です。
でここで、その処分の根拠に違反したときに、ね、どんな利益がどんな対応で害されるのか、ここが実質的な審査で、ここが一番肝心なんですよね、原告計画ね。で見ていきます。次に、処分によって考慮されるべき利益の内容性質を検討していきます。一般的には良好な景観を、ね、形成し、風致が害されることにより得られる利益は公益として保護されるものであり、その公益の保護を通じ反射的に個人的な、ね、個人が、ね、事実上利益を享受するものとの考え方もあり得ると、まあ、でも最高裁もこれですよね。こんな感じで多分原告計画を、ね、否定するはずなんですよ。ですが今回審査の立場で頑張っていかないといけないので、ここから、ね、勝負です。頭を使っても考えるしかないんだよね。普通だから普段考えないのことを考えさせるわけだよね。 C の立場で認められにくい利益を上げてきてるからね。だからここはすごく自由度が高いんだと思います。ここのところはもう皆さんがね、自分の気持ちを素直に書いたら、その、素直さに応じた点数がもらえるはずなんですよね。まあ、そんな感じでこの後、しかしこうした利益は、人が健康で文化的な生活を送るのに不可欠なものであり、私が心の中で思ってるわけじゃないですからね。もう審査の立場で一生懸命やってるだけですからね。まあ、そんな感じで、人が健康で文化的な生活を送るのに不可欠なものであり、擁護性が高いと言うべきだと。広告物との設置許可が違法にされた場合に、まあ、さっきの許可、ここ実際にはさっきの許可基準に違反した時にね、あの派手なほら、あの傾向とかそういうのがこう違反されて広告物が立った時どうなるかって、本当はもうちょっと具体的に書かなければいけませんのでね、そこはちょっと気をつけてほしいんですけど、私はちょっと今回短めな文章で仕上げてるんでこんな感じですが、広告物等の設置許可が違法にされた場合、こうした利益が継続的に侵害され、ひいては精神的苦痛が看過しがたい程度に増幅されることが想定されると。違法な許可処分により、こうした擁護性が高い利益がこうした看過しがたい、対応程度に害されることを考慮するとね、これでほら9条2項の枠組み即してるんですよ、ね。処分の根拠に違反したときにどんな利益がどんな対応で害されるのかってこと触れてますよね。これが三段論法です。9条2項に即した三段論法ということになります。まあ、そういったことを考慮すると、処分の根拠法令はこうした利益を一般公益に吸収解消させずにとどめず、個人の個別的利益としてもう保護する趣旨を含んでるんだってことで、これでまずね、非常に最高裁だったらなかなか認めてくれなさそうな景観の利益もね、保護する趣旨含んでるということでやりました。さて今度安民の利益ですね。これがまたです。またこちら安民の利益に関して第二審査をしていきます。また C が要する一つの利益である安民を害されない利益は、人は十分な睡眠の時間確保できなければ生存することができないのであるから、人の生命身体健康という擁護性が極めて高い利益を確保するものだと。違法な許可処分がされるとね、でこの違法な許可処分でここ抽象的にやっちゃってるけど、あのさっきのね、あの基準あったでしょ、あれに違反したらどうなるかって具体的に書いてあげてくださいね。そこのところね、まあ、要はド派手なもう光がいつも差し込んでくるような状態になって本当に眠れなくなるとか、そういうのをちょっと書いてあげればいいの、一言ね。で、まあ、ちょっと続きですが、違法な許可処分がされると、こうした利益が継続的に侵害される結果、その場所で生きる権利そのものを奪われることになると。まあ、私これ大げさだと思うんだけど、でも C さんのためにやってますから今回ね。C さんのためにやってます、まあ、というわけで、違法な処分により害される利益は擁護性極めて高く、そのような利益が違法な処分により継続的に害されることを考慮するとね、こうした利益の侵害に対してはね、もうここね、価値判断最後のね、この第二審査ってまさに原告定格を認めるか認めない、認めるべきなのか、そうではないのかっていう価値判断を最終的にね、こうするところなんですね。まあ、そんな感じで、こんだけ大事な利益がこんな深刻な対応で害されちゃうんだったら、それはやっぱりちょっと救済の道、本案訴訟、本案の方で勝てるかどうかは別なんですけど、とりあえず取消訴訟の入り口ぐらい開いてあげてもいいんじゃないかって話なんですよね。お隣にそんなド派手な広告がね立つんであれば、まあ、本案で勝てるかどうかは別として、それを裁判所で争う機会を、まあ、与えてね、あげた方がいいんじゃないかっていう、その価値判断なんですよ、この第二審査ね。まあ、そんな感じで、救済の道を開くべきである。こうしたことを考慮すると、処分の根拠法令は安民を害されない利益を一般公益に吸収解消させるにとどめず、個人の個別的利益としても保護する主を含んでるんだという形でやってきますね。で一応ね、最高裁って原告定額を認める人の範囲ってちょっと限定するんですよ。小田急事件でも何でもね、結局そういった利益を直接害される人とか、必ずね、その全員その利益に関する人がやっぱ裁判所に全員来られちゃうと、裁判所もパンクしちゃってね、訴訟経済上良くないのでね、まあ、やっぱりこう原告定額を絞ってきます。そんな感じでこれが一方でっていう段落です。一方で、許可処分がされたことで以上述べた各利益につき、わずかにでも、ね、影響を受けるものすべてに原告定額を肯定するのが訴訟経済上合理的ではなく、許可処分により上記各利益を直接侵害されるものが取消訴訟による救済が必要なものとして原告定額が認められるんだということね。こういう発想がよく分からない人はもう本当にあれでインプットの段階で小田急訴訟とか、ね、その原告定額の重要判例をよく勉強することですね。まあ、そんな感じのところね、こんな感じで二次規範みたいなのを、ね、9条2からいきなり当てはめするんじゃなくて、一回どういう範囲の人に原告定額が認められるかということをやっていきます。さて、でここからようやく当てはめなんですよ。ここで規範定律できたんで、ここから山田さんがどうだとか斎藤さんがどうだって実際やっていくんですけど、今回は C さんだけ、ね、当てはめればいいのでやっていきます。以上の見地から本も見ると、C は本件広告物が設置される本件申請地点の林地に居住しているため、本件許可処分により本件広告物が設置されると、派手な色彩や良好な景観を享受する利益を直接侵害されると。今回当てはめしやすいんですよ。お隣さんなんで、その広告物の隣に、ね、この方住んでるようなので、まあ、林地って書いてあるからね。なんで、まあ、直接性がすごく認められやすい
いところだと思うんですよね。それからまた明るすぎる映像が深夜まで表示されることにより、本県公共物に面した寝室を用いる C の安眠を、ね、害される恐れがあることから、本県許可処分により本県公共物が設置されると C は安眠の利益を直接、侵害されるんだと、これで規範に当てはめできましたよね。で結論です。したがって C は本県許可処分により上記各利益を直接、侵害されるものに該当する、よって C に原告適格が認められるんだってことですね。というわけでこの問題非常に、ね、悩ましかったです。普通だったら裁判所に持ってったら、ね、なかなか原告適格が認められないようなものを、ね、それをあえて C の立場で書かせるっていう、問題でしたから、なかなか、ね、大変な問題だったんですけど、こういうレベルをですね、やっぱ予備試験の受験生に試験考査には求めてるんだということになってきますね。要はね、一言で言うと頭を使ってほしいってことなんですよ。実は予備試験の受験生ってほら担当試験頑張ってるでしょ。論文試験、受ける人っていうのは担当受かってるわけだから、行政の担当試験取ってるって人はね、大体警官の利益は裁判所保護してないって知ってるんですよ、知識としては。だけど論文でこういうの出してくるわけね。そのまま知識を何もこう考えずにそのまま使ってね、処理をする、それ将来法律家になったら全然仕事ができない、法律家になっちゃうから、ちゃんとそのね、おかしいところがおかしいって言ったらその修正する能力があるかどうかとかね、その場で自分の頭を使って考えるような能力があるかどうかってことを試しているのかなっていう印象を受けましたね。ちなみに予備試験受かってね、司法試験の方を受けるようになると、司法試験で大体やっぱこんな感じの問題になってくるんですよ。もう普通の基本知識からしたらこうおかしい結論になるような問題を出してきてね、でそこで頭使わせて、その場でこううまくね、その事例に即した理論構成、要はその妥当な結論っていうのをまず頭の中で想定して、その妥当な結論を導くための理論構成を考えさせてね、でそれが規範になりますので、その規範にその事案を当てはめてね、結論を出すということを求めていくんですけど、予備試験でも今回ね、こういう形で、担当試験通るような人はね、警官の利益は裁判所は保護してくれない、でも今回はそれを C の立場で、原告の立場でってことになるから、やっぱ頭使ってね、ちょっとこうね、答案作るようなことを求めていたのかなっていうふうに思います。さて、で今度ですね、問題文の方ですけども、設問にですね、レックレジュメの方の1ページのところの一番下見てください。今度本案訴訟の方なんですけれども、今度はですね、お隣、その広告塔のお隣さんの C さんではなくて、広告塔を設置したいと思っている業者さん、広告業者なんですけれども、広告業者さんの方をですね、不許可処分をされてしまったときに、本案の方でね、その不許可処分を争いたいというのがこの設問人なんですよ。1ページの一番下のところですね。で今回ちょっと面白いのが、本案のね、ちょっとこう内容が変わってて、今回ね、その許可基準がさっき見た通り規則の方に委任されてたじゃないですか。で今回はその規則が、要は違法無効、要は、その規則の方が無効になってしまうからね、で規則が無効になると処分の根拠法令が無効ってことはさ、それに基づいてされた処分も当然、違法無効になりますよね。なんでそういう形でちょっと今回ね、本案の方を組み立ててほしいっていう問題でした。委任立法の話を聞いてるのね。じゃあちょっと見ていきましょう。設問2のとこですけども、A 県知事が本県広告物の基準1への、違反を理由として、本県申請に対し不許可処分をした場合、B は本県不許可処分を取り消し訴訟の提起を予定している予定しているんだと、 B はその取り消し訴訟において本県不許可処分の違法事由として基準1がその、条例で委任されたその規則で、許可基準を定めているんですけど、基準1が条例に反して無効である旨主張したいということで、これで B が主張すべき、主張を検討しなさい、 B が、すべき主張を検討しなさいという形で、委任立法の話聞いてますね。でその今回 B さんが争いたい基準というのは3ページのところなんですけども、こちらですね、このカッコ派って書いてあるところです。カッコ派、事故の事務所等に、この3ページね、問題文関係全部レックのレジュメですからね。でこの3ページのカッコ派のとこですね、2行目ぐらいですね、3ページの上の方、カッコ派、事故の事務所等に事故の名称等を表示する広告物等以外の広告物等について、で今回の業者の B さんが設置しようとするのって、このまさに規制対象になっちゃうんですよ。自分の事務所になんか広告等をつけるわけじゃなくて、全然関係ないところにね、依頼人から頼まれて、広告を出そうとしているので、この規制対象に入っちゃうんですけど、とにかくもう一回ね、事故の事務所等に事故の名称等を表示する広告物等以外の広告物等についてですね、さすがに自分の建物に、この看板つけるのまで規制しちゃうと、それいくらなんでもね、ちょっと看板っていろんな効果ありますから、表現の自由とかね、経済の自由とか、いろんな大事な権利をはらんでますので、さすがにそこまでは規制しないんだけど、そうじゃなくて、外にこう自分の建物と関係ないところに、よく田舎の方に行くと、ほらよく田んぼのど真ん中とかにでっかい広告塔とか立ってる時あるじゃないですか。そういう形でね、そういうの規制しようとしてるんですよね。景観害者からってことでね、特にこう景観が大事な地域なんだってことで、そういうのを規制しようとしてます。そんな感じでもう一回、カッコ派ですが、事故の事務所等を
事故の名称等を表示する広告物等以外の、ね、広告物等について、鉄道等までの距離は100メートルで、今回の商業地域じゃないんで、まあ、そこの商業地域20メートルってあんま関係ないんですけど、いずれにしろ鉄道等から、ね、その広告物の距離100メートル以上離さないといけないんですよね。これやっぱ電車からこう見える景観もまあ保護するわけなんですよ。例えばまあなんか、ね、こうすごく景観がもう綺麗な山とかさ、綺麗な湖とかあるようなところに、まあ、なんか伊東洋華堂とかってでっかいこう看板なんかがね、ド派手なまあ看板が出てたりとかですね、するとちょっと気分を、ね、別にまあ大事な、もちろんそういう買い物するってのは大事なことなんだけど、そんな自然の中でそういう看板見なくてもまあいいじゃないっていうふうに思う人もいるわけね。まあ、そんな感じでまあその規制をしてね、特にまあ電車の中から見える、景色もまあ保護しようってことで、それで100メートル以上離すということをまあ要求しております。で今回、ちょっとポイントがね、これを無効って言わなければいけないんですよ。この規則が、これがね、委任の趣旨に反して、大元のその根拠法令の条例の方がありますけど、その条例の方の趣旨に反するんだってことを言うのね。で条例の方を見ていくと、どこ見てもですね、別にこんなね、この鉄道から100メートル離すようなところとか、あるいは、ここですね、特に、そうですね、まず一番分かりやすいのはね、鉄道から100メートルのところまず着眼しましょうか。私多分ポイント2点あると思うんですけど、この鉄道から100メートル離すところ無効って言えるかっていうと、例えばどうでしょう、この、6条見てください。条例の方ですね、2ページの方ですけど、条例6条ですが、次の各号に掲げる地域、区域、場所で、ここが今回の許可地域等に入るんですがね、ここで広告出すには許可がいるんですが、において広告物等を表示し、または設置しようとするものは規則で定めるところにより知事の許可を受けないと。で本件は都市計画区域ってことで、その許可が、ね、必要なことになってます。ただ今回と関係ないんですけど、2号の方で、まあ、道路鉄道等に接続し、当該道路及び鉄道等から展望できる地域のうち、知事が交通の安全を妨げる恐れがあり、または自然の景観を害する恐れがあると認めて指定する区域ってことで、一応ね、今回、まあ、その上の1号の都市計画区域ってことで許可が必要になってるんですけど、まあ、2号を見てるとね、まあ、ちょっとヒントになるのかと思うんですよ。やっぱ電車から見える景色もこれ条例多分保護してるんだろうなってことが一つヒントになってくると思います。でさらにちょっと問題文の本体の方にヒントがあります。1ページのところですけれども、1ページのところですね、問題文のね、まあ、ヒントになりそうなのは、例えばですね、この問題文のちょうど真ん中辺ぐらいですね、レックの問題文の真ん中辺ね、段落でいうと 1,2,3 段落目ぐらいですかね、本件広告物の設置が申請された地点っていうところ、この段落見てください。3段落目ぐらいですか。でこれちょっとヒントになると思います。本件広告物の設置が申請された地点の付近には、鉄道の線路がありね、その一部区間の線路と本件申請地点との距離は100メートル未満で、まさに規制にかかっちゃうんですよ。規制にかかっちゃうような場所になってます。もっとも当該区域の路線はほら地下にあるため、設置予定者の本件広告物を電車内から見通すことはできないってなってるのね。で今回その処分自体を、不許可処分自体を違法にするっていう主張じゃないから、規則自体を違法にしなければいけないじゃないですか。だからそこをちょっとこう工夫してね、考えていかなければいけないんですけど、どうしたらいいと思いますっていうと、おそらくね、規則はちょっと規制の範囲が広すぎるんじゃないかってことなんですよ。例えば本件みたいに、まあ、電車が地下走ってれば別にね、そういったところからこう見える風景を保護する必要はないわけですよね。でもそういった地下鉄の場合と地上走ってる鉄道とを区別せず、一列にその100メートルの、ね、距離を空けようというふうに言ってる点で、まあ、規制が過剰で、まあ、無効なんだという形でね、いうことを大釜で一つ考えられるんじゃないかと思いますね。あともう一つはね、ちょっとまあこれ気づかなかったらしょうがないと思うんですけど、自分の建物には看板自由に建てられるんだけど、自分の建物じゃないところはさっきみたいな規制がかかるんですよ。でそういう自分のものなのか自分のものじゃないのかってことに関して、そういうところの区別を、ね、することが条例の本体の方から読み取れないんですよね。そうするとその区別をしているところ自体もその条例の趣旨から逸脱してるんだということでね、大元の根拠法令から逸脱されている基準というのはやはり、違法で無効なんだという主張も可能だというふうには思います。ただちょっと難しいかもしれないので、まあ、とりあえず受験生的にはね、今見た通りやっぱその地下鉄のところ絶対引っかかる、電車が地下走ってるってところね、ここはかなりこう引っかかるんじゃないかと思うので、まあ、最初に言った一つの違法事由でしょうね、その条例の規制がちょっと広すぎるんだということで、その規則自体がまあ違法無効だという主張をしていくといいんじゃないでしょうかね。ちょっと私のレジュメ見ていきましょうか。設問2のところになりますので、6ページですね、6ページをご覧ください。まあ、答案例というわけじゃないんでね、ちょっと考え方の大筋を書いてあります。6ページのところですね。で1個目のブロックのところです。設問2では、処分の根拠法令である条例の引用を受けて制定された規則が無効であると主張するための理論構成が問われています。この設問を回答するのに必要な基本知識は、法令の委任により制定された規則の適法性の問題についての、ね、理解ということになりますね。で規則が法令であるその条例の、ね、趣旨を逸脱すると言えるときは、規則は違法無効になるという判断枠組み、まあ、これ基本知識で学んでおかなければいけないことなんですけどね、まあ、これを使っていくと。去年だったら矢島の、担当対策シリーズの行政法の方で、ね、この判例をご紹介しています。あと憲法の方で普通に実は薬事法の
インターネット販売を規制する、ね、あの法律がありますけど、まあ、あの判例なんかも参考になる、憲法でも勉強するような判例が、ね、あの参考にできると思います。で2つ目のブロックのところですけども、基準1位なんですけども、基準1位が大元の条例の趣旨を逸脱しているのではないかということを考えるヒントとして、で1個目は、ね、さっき言った通りちょっと気づきにくいやつだと思うので、まあ、2個目のところでしょうね。またっていう段落見てください。これ地下鉄のところね。また本件航空物と鉄道等との間の距離を確保すべきことは6条1項2号が景観保護の具体的内容として鉄道等からの展望を確保しようとしていることから読み取れるが、その鉄道等が、ね、地下を走行するもので、鉄道等からの展望を確保する要請が作用しないような場合を除外していない点で、それは条例の趣旨を逸脱、ちょっと過剰な規制なんじゃないかということでね、そこで、まあ、無効だってことを組み立てることが可能なんじゃないかと思います。でちなみに設問全体 の, あのこのバランスなんですけれども、先ほどの原告規格のところは反論踏まえて C の主張ってことで、反論踏まえてなんで長くなるんですよ。それに対して設問2の方は別にあの反論踏まえてっていうのがないから、まあ、自分の見解だけね、この B さんのまあ見解だけを書けば良さそうな感じなんでね、設問1のその形式的なところの対応していくとね、ですので、まあ、おそらくその答案全体のバランスでいうと原告設問1のところをまあ3分の2ぐらい書いて、あるいはもうちょっと書いてもいいかもしれない。でその設問2の方は、まあ、さらっとね今ぐらい の, その趣旨に逸脱してるかで、細かいところまで見たら私は多分2点ね違法自由勝負できるんじゃないかと思うんですけど、まあ現場の判断として地下鉄その地下走ってる鉄道のところをやっぱ除外してないっていうのが過剰な規制で、ちょっと規則やりすぎで無効だっていうところね、まあ、そこのところを書いていけば、まあ、大体ね100点満点、あの論文試験を仮に絶対値で100点満点だとしたら60点ぐらい取れたら十分合格できるんですよね。なんでそういう観点からすると、その地下鉄のところであの勝負ができればね、まあ、十分あの合格できるはずですので、まあ、そんな感じで書いていってもらえればと思いますね。じゃあちょっと私のゼミ生の答案を、ね、見ていきましょう。こちら私のレジュメの方ですね、まあ、昨年の矢島ゼミの出身者の答案を見ていきます。私のレジュメの、ね、ケース法の後ろになっちゃうんですけど、答案連続で出てますので、こちらですね、答案用紙の、ね、一番上に、ね、2019年予備試験行政法で矢島ゼミ出身の昨年度の司法試験合格者が作成した答案ということで、あの答案用紙型 の, あの紙になってますので、ここを見てください。でこちらね、まあ、やっぱさすが私のゼミ生ですから、あの9条2項の基本を分かってますから、まあ、ちゃんと9条2項の枠組みに即して、まあ、規範を立ててます。ただちょっと唯一残念なのが、やっぱその景観の利益ね、そこがやっぱ弱いっていうのがやっぱ頭にあったみたいで、でも市議の立場で何とか言わなければいけないってところを葛藤したみたいなんですよ。だけど結局やっぱその景観の利益だけで保護するっていうところまで思いっきりができなかったみたいで、あのレックの答案はね、その景観の利益を否定 しまってるんで、ちょっと問題外なんですけどね、市議の立場で全然あんな悩み大きいことが問題文に書いてあるのに、 C の、 あのレックの答案はその C の主張として原告規格が認められないってやっちゃってるから、あの景観の利益に関してはね、であれは問題外なんですけど、こちらの私のゼミ生はちょうど間取っちゃった感じ。私はもうどうせ裁判所で認められないの分かってるけど、 C の立場で一生懸命頑張ってね、まあ、主張を展開しましたけど、こちらのゼミ生はあのこの2つの利益、これ合わせて原告規格がいけるんだ、だから積極的に景観の利益が保護されてないってことは言わなかったんですよ。でもこの2つ合わせないとちょっと原告規格が見てるのが難しいんじゃないかなってことで、ちょっとこうね、あの判例の感覚が少しこうまだこう染みついちゃったままね、その設問に答えきれなかったのかなっていうところが少し私の個人的な印象ですけどね、そういうのを思っておりますね。まあ、委任立法のところはまあまあできてるかなっていうのは、その設問2の方のところね、まあ、そんな感じ。そしてレック答案のところをご紹介しましょう。この私のゼミ生の後の答案のところでね、この6ページ、あ、すみません、ページが全然ちょっとバラバラなんですけども、この答案用紙型じゃないやつだね、このいかにも予備校っぽいあのこの回答例なんですけども、こちら、行政法の回答例で、私の手書きのメモをいっぱい入れてあります。で、これ結論、行政法はね、E ランクだと思います。これ、このまま出したら合格するのは難しいと思います。で、それはなんでなのかっていうと、まずですね、上にメモしておきました、行政法回答例 E で、三角1、設問1でまずね、これ、行訴法9条2項、一切指摘してないんですよ。行訴法9条2項、一切指摘しません。ゆえに当てはめのところを見ても、ほら、その処分のさ、根拠法令に違反したときに、ね、どんな利益がどんな態度で害されるかってちゃんと見ていかなきゃいけないので、そういうこと一切やってないんですよね。その処分の根拠法令に違反したときのことを想定してないんですよ。というわけで、9条2項の枠組みに全然即してないの。読むとね、なんとなくそれ意識してるなっていうのは分かるんだけど、9条2項出さなきゃダメなんですよね。だから9条2項、一切出てませんから、この時点で厳しいですよ。さらに、この6ページの下から4行目ぐらいなんだけど、ほら、 C には丸2を理由とする本件取り消し訴訟の原告規格が認められないってやっちゃってるでしょ。これはその知識貼り付けちゃったままなんですよ。一応これ書いた人、予備試験合格してる人なんですね。だけど、まあ、確かにその予備合格してるから、まあ、担当知識でね、いろんな細かいことを勉強して、まあ、警官の、まあ、知識が、あの警官の、ね、利益が裁判所保護者だというのは知ってるんですよ。だからそれ引きずられましたね。だけど設問はそれそのまま論文試験ですから、
知識を聞く試験ではありませんから、その知識をもとに考えることをね、考える能力があるかどうかっていうのを聞く試験なんですよね。なんでこれはそのままちょっとこう知識を貼り付けちゃったなっていう感じはします。で、私のゼミ生がちょっと私と間ぐらいね、ちょっとやっぱこの知識が残ってて、踏ん切りがつかなかったっていうその感じなんですよ。でもはっきり書いて認められないっていうのははっきり書かなかったの、私のゼミ生はね。さすがにやっぱその問いにそれだと答えてないっていうのはね言ってました。もし仮にこういうのやっちゃったら、これやっぱこの設問で聞かれてる、その試験考査員が聞きたい回答ではないんだっていうことはね、そこはさすがに気づいてくれましたね。まあ、司法試験まで合格してるんでね、最終的に司法試験合格しようとするとやっぱそういう思考能力っていうのがね必ずあるはずですから、まあそういうところはちゃんと考えたみたいですね。あとは大体ですね、あと7ページの方、レクト1のね7ページの方で、これもやっぱ委任立法の話なんだけど、まあ全体的に読んでいくと、まあ必要なことは一応ねちょろちょろ書いてるんだけど、非常に読みづらいです。やっぱり後でね読んでみたら分かると思うんだけど、意味が通じづらいと思いますね、そういう点でね、というわけでこれは特に、まあ9条2項書いてないわ、原告手が認められないって書いちゃうわね、 C の立場で書かなきゃいけないのにやっちゃうわ、それからこのやっぱ委任立法のとこね、全体的に読めばね一応多分必要なこと何とかギリギリ書いてるんですけど、読みづらいんですよ文章が。でちょっと論文試験としては厳しいですね。まあそんな感じで私はちょっとこのまま出したら合格はできないと思ってますね。まあそんな感じでいいとはという評価をさせていただきました。さてじゃあ今度、係争法の方入っていきましょう。まずレックのレジュメの問題文見ていきます。でこちらですけども、これ典型的な論点ですね。実質逮捕、逮捕状が出てないのに、まあ、身柄を、ね、警察の方が取っちゃうんですよね、まあ、実質逮捕で、その実質逮捕の後に、まあ、勾留請求するんですよ。でその勾留請求、ね、してその勾留が適用かかってことで、もうインプットレベルで学んでおくべき典型的な基本論点です。違法な逮捕、要は先行する、ね、違法なその、ね、手続きにしつく勾留請求の適宜ということね、そこのところが問われてます。でここね面白いのがね、やっぱ予備試験もやっぱ結構ひね、これなんていうのかな、知識貼り付けたんだったらダメなんだなっていう問題出してるなってこれ思ったのが、こういう事例で典型的にね受験生が学んでおくべき判例っていうのがあるんですけど、実質逮捕の時から起算して緊急逮捕のね、実質逮捕の時点で実質的に緊急逮捕の要件を満たしていて、でかつその実質逮捕の時を起算点にしてね、その後その勾留請求するまでにその法が要求する時間制限を守っていれば、まあ、その勾留請求、その逮捕のね手続きの違法性の方の瑕疵が治癒されて、で勾留が適用になるって有名な東京高裁の裁判例があるんですよ。で予備の担当を取って論文を受ける人はみんなそんな判例頭の中入ってます。でそれをやっぱ、ね、前提にその判例と事案を結構ひねってきてるんですよね。逮捕の実質的な逮捕のところの対応が非常に判例の事案よりも厳しい対応でやってます。例えばですけど、これ皆さん自分で考えたら分かりますよ、ね、違法な実逮捕やりますよね。でその時にじゃあ緊急逮捕の要件を満たしていて、でそこからねその勾留請求するまでに、じゃあ時間制限内に、勾留請求すれば、じゃあ常にその違法性の瑕疵がね治癒されるかって言ったら、じゃあ例えばその実質逮捕のその対応、例えば、逮捕の手続きも取ってないのに警棒でガン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 こう殴ってね、逮捕状も何も出てないんですよ、でガン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 警棒で殴ってもう相手が抵抗できないような状態になった時にですね、その縄で、捕獲用の縄でね、警察官すごいぶっとい縄持ってますけど、その捕獲の用の縄でぐる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 巻きつけてですね、それでパトカーの中にぶち込んで、それで無理やり警察署に連れてったと。でも実質的に後から考えたら、その時にね緊急逮捕の要件を満たしてて、で勾留請求する時までにね一応時間制限内守ってますよって、それでどうですか、いいんですか、勾留適用にしてたらおかしいでしょ。だから実はその東京高裁の判例の読み方間違ってる人がいるんですよ。確かにその東京高裁の事案ではね、その実逮捕の時に緊急逮捕の要件を満たしていて、そこから起算してね時間制限内に勾留請求されたということで、その瑕疵治癒して勾留適用にしてるんですけど、それ規範として出してるんじゃないんですよね。規範っていうのはやっぱあくまでもその逮捕、適法な逮捕手続きが取れてないと、その後に引き続く勾留請求もまあ違法になるんですよ。でも違法収集証拠排除補足と同じようなノリなんですけど、わずかな違法があるに過ぎないの時にまでね、その後の手続きを全てまあ違法にしてしまいますと、やはり真実発見という観点からは妥当性を欠くんだと、まあ、そこでですね妥当な結論をまあ導くためのまあ理論構成としてはどうすればいいのかというと、やっぱりそのですね人権保障とその違法なね、その捜査とのどこまでのことが許されるかというところのやっぱり利益考慮なんですよね。でその時にその実逮捕の時点でその緊急緊急逮捕の要件を満たし、でかつ、その実逮捕の時をまあ起算にしてもですね、その時間拘束の時間を守ってた、身柄拘束の法的な制限を守ってたっていうのは、その違法性を弱める考慮要素の一つにまあ過ぎないんですよ。絶対的な基準ではないんですよ。ゆえにその身柄拘束の対応は今言った通りね、逮捕状も何も出てないのに棍棒
その警棒でね、ガンガンガンボー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 被疑者を殴って抵抗できないような状態にして、捕獲用のロープでぐるぐる巻いてですね、それでパトカーの中にぶち込んで無理やり、まあ、警察の方に連れてきた時にね、その時に実逮捕の要件、緊逮の要件満たして、緊急逮捕の要件満たして、時間制限も守ってたと、勾留請求までねって言っても、さすがにそれは治癒しきれませんよ。その治癒をこうする方向の勾留さはもちろんあるんですよ。その緊急逮捕の要件が揃ってたということと、それから時間制限守ってたということは、確かにその違法性を治癒する方向にはあるんですが、さすがにそのね、実逮捕の対応は非常に厳しいです。でそういった観点から考えたときにですね、その皆さんがその予備試験の担当試験を通るような人がですね、知っているその東京高裁の判例の事案というのは、実はその対応がね、それほど厳しい、その実逮捕の対応そんなに厳しいものではないんですよね。まあ、本人は一応、まあ、任意で言ってるわけじゃなくてね、まあ、どうにでもしろ勝手にしろみたいな感じで自暴自棄な感じではあったんですけど、自分でパトカーに乗り込んでるんですよ。でそこで、まあ、実逮捕になった理由っていうのは、やはりその被疑者がパトカーの、ね、後部座席の真ん中にいて、でその横をまあ警察官挟んでしまったんですよね。その時点でも動けなくなりますよね。でしかもその前に運転席と助手席にいて、まあ、警察官5人乗ってるまあ車、まあ、そういうような状態 で, です、ね、警察署に連れて行ったところ、そこがまあ実質逮捕だという評価がされています。それに対して今回の問題文ね、後でまあ確認してもらえればと思うんですけど、それにプラスしてもっと厳しい対応が入っちゃってるんですよ。それは本人も絶対行かないって言って、パトカーの屋根の上にこう手ついてね、抵抗したのに、警察官が無理やり車の中からこう腕引っ張って引きずり込んでしまったという、ね、感じで、その東京高裁の、ね、判例の事案とは随分違うんですよね。だから、まあ、さっきの原告手当の ところもそうですけど、まあ、予備試験でその担当試験を取った人っていうのは、まあ、警官の利益がね、裁判所の、まあ、感覚からすると法律上の利益としては認めてくれないっていうのは分かってる。でもそこをやっぱこう考えてね、欲しいってことで、ああいう C の立場で聞くと。で今回も予備試験の担当試験を取る人は、今私が喋ったような裁判例、東京高裁の裁判例なんか頭に叩き込んでるからね、余裕で出てくるわけですよ。でもそれをそのままね、ちゃんと理解してるかどうか、その裁判例、あれを別に絶対的な基準として使ってるわけじゃなくてね、その瑕疵をこのね治癒する、まあ、一つの考慮素に使ってるにすぎなくて、結局はその利益考慮をして、その瑕疵が最終的に治癒しきれるかどうかってところを決めてるんだってことなんですよね。まあ、刑訴法の世界でも、まあ、別に今回の問題とは関係ないですけども、例えばその任意捜査の原則なんかでね、どこまでのことがこの捜査としてこう適用にできるかってことを考えたときに、やっぱりその捜査の当該捜査をする必要性、緊急性、まあ、これを考慮した上で具体的状況のもとにおいて、どこまでその相当なものとして、具体的にはそこでその非侵害利益の内容性質、そしてその害される対応っていうのを見ていくんですけど、どこまでのものがその当該捜査のね、必要性、緊急性との関係でバランスが取れたものとして相当と言えるのかどうかってことをちゃんとまあ見ていくんですよ。比較考慮してるんですよ。で今回も一緒なんですよね。結局そこの瑕疵の治癒っていうところも、そのやっぱりこの瑕疵をこう深める方向のね、考慮要素、要はその実際の対応が厳しいということは、それは違法性をこう、ね、増す方向の考慮要素になると思うんですけども、まあ、その違法性を逆に、ね、今度弱める、まあ、考慮要素として、その実逮捕した時点で緊急逮捕の要件を満たしていて、そして、その、ね、交流請求の時まで身柄拘束を起算点、としてですね、実質的な逮捕のところから起算点として、交流請求する時までに一応法の、ね、時間制限を守ってた、これはまあ違法性を弱める要素に過ぎない、まあ、そういう関係なんですよね。だからこれ絶対的な基準ではないということなんですよ。でここね、判例つけておきました。判例の読み方を誤読しないようにしてほしいので、私の速習インプット講座のテキストからね、私の刑事訴訟法のテキストからちょっと判例をつけておきましたので、ここをちょっと見ていきましょう。行使レジュメのところです。行使レジュメの、あ、すいません、行使レジュメのところでね、刑訴法は行政法、すいませんね、また答案の前の方で行政法の方に戻ってほしいんですけれども、あ、行政法のすぐ後のところですね、10ページのところ見てください。10ページのところです。で10ページのところで、括弧4っていうブロックがあり、括弧4っていうところで違法な逮捕に引き続く勾留請求の瑕疵ってありますよね。でその、10ページのですね、括弧4の1個目の、まあ、ブロックのところの、1個目のブロックの最後の段落、一方という段落ですね。でこの線に至るところを見てください。現行法上逮捕に対する直接の複合仕立てや手段が認められていないことから、後の勾留請求の段階で逮捕の適法性が審査されることを当然の前提、だからまず勾留が適法というためにはね、ちゃんと逮捕が適用にされてなければいけないというところでね、逮捕前指示というのが出てきます。そしてそれを前提に、この最後の2つ目のブロックです。一般論としては逮捕の違法が勾留の適法性に影響を及ぼすことを認めたとしても、逮捕にね、軽微な瑕疵があるに過ぎないような場合にまで勾留一切認めないとすると、捜査による真実の発見を著しく阻害し妥当ではないと、逮捕の違法の程度が重大なものと言えなければ、まあ、勾留請求を、ね、否定すべきではないというのが一般的な考え方です。
そして、10ページの最後の段落のところですが、ここで問題となるのは逮捕の意欲がどの程度のものであれば勾留請求が認められなくなるかということですね。でこの問題について、河井出先生はね、やっぱこれ一般化できないって言われてるんですよ。ここのところね、やっぱその事案というのがいろいろあるので一般的な規範は立てられないというふうに言ってます。でそういう中で次のページ見てください。でこれが多分受験生みんな知ってる判例なんですよ。さっきの東京高裁の判例なので、読んでいくとね、規範として出してませんから、結局違法性を弱める一つの考慮要素扱いですからね。その実質逮捕の要件とか時間制限守ってるっていうのはね、そんな感じで11ページのところですが、違法な実質逮捕に引き続く勾留請求を認めた裁判例、一番上のところです。任意同行が実質逮捕として違法となるときでも、実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件を充足していると言えることや、実質逮捕のときから勾留請求までの時間が法定の時間内であることは、実質逮捕の、ね、違法性の程度を緩和する考慮要素の一つだというふうに捉えていきます。でこれら考慮要素に加えて、実質逮捕の対応、その、ね、同行時の強制力の程度、さっき言った通り、ね、こう警棒でボコボコ殴って抵抗できない状態になって、捕縛用のロープで、ね、例えば縛って警察パトカーに、ね、ぶち込んで、それで無理やり連れてできたとかいう事案とね、いろいろあるわけですよね。あとそれからその留め置きの対応ね、警察署につけ、連れてった後にじゃあずっとその監視して、トイレ行く時にも警察がついてたのかとかね、逮捕の手続き取る前にというわけで、いろいろ見ていくんですよ。そして、そういったことを考慮して比較考慮します。比較考慮の結果、実質逮捕の違法性が治癒されて勾留請求が違法にならない、こともありますね。この問題について警察署への任意同行に承諾する意思がなかったが、これ例の皆さんが知ってるはずの東京高裁の事案ですね。予備試験の、担当を受かる人はみんな知ってると思うんですけど、警察署への任意同行に承諾する意思がなかったが、半ば自暴自棄に、ね、どこへでも行ってよいと述べた被疑者を、ね、パトーカーの後部座席の中央に座らせ、これじゃあ自分で座ってます、もちろん任意で座ってるわけじゃないんですけどね、実質的には周りから圧力かけて座らせるんですけど、物理的な有形量が行使してないんですよ。本件の事案と違ってね、無理やりパトカーの中から腕引きずり込んでね、嫌がってる本人がパトカーに手ついて絶対行きたくねって言ってる本人をね、腕中からこう引きずり込んでるような、そういう事案じゃないんですよね。そしてですね、そのパトカーの後部座席中央に座らせ、その両翼に警察官が座ったまま合計5人の警察官が同乗し、この辺とかは似てますね。だから要はパトカーの中に入れてからは似てるんですよ、今回の、ね、予備試験の問題とこの判例の事案ね。でもその乗せるまでのところが随分違ってます。嫌がってる人を、ね、無理やり中から警察官が腕引っ張り込むって、もうかなり強度な、ね、強制力を行使してますからね。逮捕状も逮捕の手続きも取ってないので、そんなことやっちゃいけない、いいわけないですよね、そんなことをね。そんな感じで、警察署に同行したことは、その場所の方法対応、時刻同行後の状況から逮捕と同一できる程度の強制力を加えられたもので、違法な実質逮捕に当たると。でこの後ですね、実質逮捕の時点で勤怠の要件が備わっていたことやね、さっき言った通り時間内にですね、こういろいろ手続きがされたっていうことを考慮して、それでね、その勾留違法にすること重大ではないってやってます。でこれもうちょっとね、厳密に言うと12ページ見てください。線引いてあるところだけでいいです。これ半紙そのままなんだけど、これ見たら絶対的な規範じゃないっていうの分かりますから、このね、勤怠の要件を満たしてかつ時間制限守ってたっていうのが、ほんのに一考慮要素だってことがよく分かると思います。ちょっと半紙をご紹介しましょう。12ページのね、3段落目ぐらいの4行目、線引いてあるところね、少なくともその駐在所から飯山署に向かうべき被告人をいわゆる覆面パトカーに乗せてからの同行は、被告人が、初めにどこにでも行ってよいと述べたといえば、その場所、方法、対応、時刻、同行後の状況等からして逮捕と同一できる程度の強制力が加えられていたもので、実質逮捕に当たる違法なんだと。しかし、当時警察官は勤怠できないと判断していたのではあるがね、特に買い物袋、摂取の犯人が乗って逃走した自動車をその 2,3 時間後に被告人が運転しておりね、しかも警官の停止の合図を無視逃走したこと、それから1時間前に遠隔市の刑務所を出所したばかりで、しかも運転免許を持たない被告人が数時間前に盗まれた自動車を運転していたことなどからすると、でこの後、実質逮捕の時点において勤怠の理由となった必要性はあったと認めるのが相当で、他方を、その実質逮捕の約3時間後はね、逮捕令状による通常逮捕の手続きが取られていること、その実質逮捕から48時間以内に検察官の送致手続きがされ、勾留請求の時期についても違法な点が認められないことを合わせ考えるとね、これ考慮要素の一つになんですよ。絶対的な規範じゃないわけ、常にね、この2つの要素を満たしたら適法になるっていう、そういう規範ではないってことがよくわかると思いますよね。そんな感じで、その実際の違法の程度はその後にされた交流の違法ならしめるほど重大なものではないってことで、ね、こうやって読むとこれ規範じゃないってのわかりますよね。考慮要素の一つなんですよね。というわけで、ここのところの、知識の、ね、もし何か誤解をしている人がいたら、ちょっと改めてね、ここのところで、考慮要素なんだってことをちょっと押さえておいてもらえればと思います。じゃあこれぐらい読んでると、私のゼミ生のね、ちょっと答案が読みやすいと思いますので、ちょっと私のゼミ生の答案よく書けてるので、そちらをちょっとご紹介しましょう。私のね、講師レジュメのところの、後ろの方ですね、さっき の行政法の答案の後ろの方になります。8分の、あ、
わかります？ちょっとすいませんね、ページがちょっとつながってないんで見つけづらいと思うんですけど、こちらね、答案用紙型の回答例です。あ、でちなみにあの一番下に斜線が入っているのは、あの予備試験 の、 あの答案用紙って1ページあたりあの22行なんですよ。22行でね、それで4枚で、司法試験23行で、これあの司法試験の答案用紙なんで、それであの1行斜線引いてあります。予備試験の答案用紙の枚数にね、文字数にこう合わせるような形で、まあ、それでちょっと私がね斜線を引きましたまあそんな感じです。じゃあちょっと見ていきましょう。刑事訴訟法ね、縦1、交流の要件は犯罪の嫌疑、交流の理由、交流の必要性だ。もっともこの要件を満たしていたとしても、207条が逮捕から引き続く形でしか交流を予定していないよね。短期長期の2段階の資本審査を経ることで、人権保障を図る観点からね、逮捕前置主義という手続き要件を満たさないといけないと解するということね。そこでまず交流の実態的要件を満たすかを検討してからね、逮捕前置主義に反しないかを検討すると。あの私の講師レジュメの方で本件の分析あの書いてあるんでね、後で読んどいてもらいたいんですけど、本件交流の適法性聞く問題なんですが、60条1項覚悟の要件は書かなくていいと、かつ交流の必要性も書かなくていいということなんですよ。じゃあそうすると何を書くべきかってことになると、交流が適法と言えるためには、まあ、私のね、あの基本の方で勉強するようなことなんですけど、そのまず交流の実態的要件を満たしているということ、その実態的要件というのは交流の理由と必要性なんですが、その理由の中に嫌疑の相当性と60条1項覚悟自由に当たるということが入っています。そしてその交流の必要性なんですよね。で今回はその間の2つを書かなくていいということが書かれちゃってますので、交流の実態的な理由としては結局嫌疑の相当性だけ書けばいいんだということが分析できます。あの私のレジュメに書いてありますから。そしてもう一つがその手続き的な要件で、交流質問を経てるということと、それからその適用の対応手続きが取られているか、あと時間制限守っているということになるんですけど、今回交流質問のことなんか書いてもしょうがないからね、あの問題文にそういうことを書かせるようなことがないから、だからもっぱらその対応前置主義、要は適用の対応されているかどうかというところですね、そこのところを中心に書けばいいということになります。だから争点は2つに絞られます。特に今回の問題で書くべき事項というのは、その実態的な要件レベルのところでは嫌疑の相当性、そしてもう一つ手続きレベルのところでは対応前置主義、適用の対応されていたかどうか。で今回ダメなんでね、適用の対応されてないので、そこでその治癒されるかどうかっていう話が問題になってくるわけなんですよね。で一応そういう流れでこの答案もできていると思うんですよね。で見ていきましょう。8ページのところです。括弧1、本件では覚悟該当性、交流の必要性は論ずる必要がない。で9行目、そして犯罪の嫌疑は犯人を見ているが、部位が面倒しの際に公に間違いないと述べている上、公が被害人である部位名義のクレジットカードを所持していることが認められると。あの嫌疑の相当性は今回の問題文で言うとね、この窃盗事件だったんだけど、その窃盗で盗まれた被害品をこの犯人持ってたんですよ、 V のクレジットカードで。しかもあの問題文の4行目5行目ぐらいかな、人相着衣が犯人と酷似すると。でしかも被害者と面倒しさせたら被害者この人に間違いないということを言ってるんで、この辺のところまでもう来ちゃうとね、明らかに嫌疑の相当性ありますのでね、まあ、そういうところでさっさと指摘すると、だからなかなか書いちゃいけないんでしょうね、本件ではね。そして12行目、以上より交流の実態的要件は満たしているんだと。そして今度、縦3のところですが、逮捕前主義ね、逮捕に対する直接の服申し立ては認められておらず。でもこの後もちょっと基本知識になっちゃうからパスしますけど、要は適法な逮捕は、ねされてないといけないんだよって、逮捕前主義の、話をしております。そして今度21ページのところですが、ここで実質逮捕の認定します。で特にやっぱね、対応が厳しいってことを言っとかないとダメね。あの先ほどの東京高裁の裁判例と随分違いますのでね、違法性の程度は随分あの違うはずなんですよ。ですのでここで、ね、ここが勝負です。21行目、ピーラがパトカーに乗車させられまいと、パトカーの屋根を両手で掴んで抵抗する甲の片腕をね、ここがさっきの東京高裁の事案と違うところなんですよ。違法性がかなり大きいと思いますね。というわけで抵抗する甲の片腕を車内から引っ張り、甲の背中を押してね、後部座席中に座らせ、その両側にピーと Q が甲を挟むようにねして、パトカー出発した一連の行為が、まあ、逮捕状の発砲を受けずにね行われたため、実質的に逮捕に当たればね、令状主義に反し違法なんだと。で逮捕って強制処分なんで、強制処分の一般的な定義って、皆さんこれ基本知識でやっとかなければいけませんが、個人の意思に反してその、ね、強制処分によるその規制によって保護に値するような、そんな、ね、重要な権利利益の制約があったかどうかというのは、ここも価値判断なんですよ。個人の意思に反して強制処分に対するその規制によって保護に値するような、まあ、そんな重要な権利利益が制約されていると言えるかどうかね、まあ、通説的な見解ですけれども、まあ、そういった観点からその実質的にですね、今回強制処分なのか、その逮捕に当たるのかどうかというのを見ていきます。でこの点が5行目のところですが、逮捕だ個人の意思に反し身体を拘束するという重要な法益侵害を伴う強制処分、実質的には、でこれ今回ね、逮捕バージョンにちょっとこの強制処分の定義をあのアレンジしてるんだと思うんだけど、同行を求めた時間場所、それから同行の方法対応、同行を求める必要性ね、こういうところも考慮して、要は強制処分にあたる逮捕かどうかっていうのを判断しましょうってことでちょっとアレンジしてますね。そして、のとこですが、9行目、子は4名の警官に囲まれパトカーに乗車されそうになった際、俺は行かないぞと明確にね任意同行を拒否してますので、まず個人の意思に反するって認定できますよね。
そして最後ね、強制処分に対する規制によって保護に値するようなそんな大事な利益なのかってことを実質的にまあ判断していく必要があるんですが、12行目、本件は午前3時20分という通常であれば家に帰って寝たいと思うはずの深夜における事案、また上記一連行為は警察官2人がかりでね、河野を片腕引っ張り背中を押しパトカーに押し込んでいるところ、河野抵抗を抑圧するに足りる行為と言えると、またパトカーの、ね、後部座席に座らせた後はね、 P および Q が甲を挟むように座っており、甲が自由にパトカーから降りられる状況ではなく、でここはやっぱね、実質的にもう移動の自由、行動の自由に対するこうね、強い制約を受けている。この辺のところが、まあ、実質的な、まあ、理由なんだと思うんですよね。まあ、こんな感じのところから、おそらく先ほどの強制処分の定義に当たると思いますので、まあ、強制処分。で、今回はその身柄取られるという形の強制処分ですから、まあ、逮捕。で、令状がないから実質逮捕という形に今なっていくんだと思いますね。さて、で、その後ですね、今度3ページの方、次のページになりますが、3行目のところで実質逮捕の認定しております。そして4行目のところですが、かっこさん、逮捕手続きに違法が認められても実質逮捕時に、でこれほら例の東京高裁の致死です、実質逮捕時に禁帯の要件を満たしてね、あと時間制限守ってれば、まあ、治癒されるんじゃないかっていう話なんですよね。でそこでまず1回ここを検討します。ここのところね、まあ、最終的には比較考慮の結果ね、こんな単純な要件では瑕疵ができ治癒がされるわけではないんですけども、まあ、一応今回ね、禁帯の要件を満たしているかとか、でさっきね、嫌疑の相当性のところで見た通り、もう犯人とすごく特徴に出て、でしかも被害者面倒してもこの人犯人ですと言ってると、しかも被害者のクレジットカード持ってたってことになったら、まあ、当たり前ですけど緊急逮捕の要件の嫌疑の十分性満たしますから、そしてその緊急性、緊急逮捕に要求されている緊急性の要件というのは、まあ、これも基本知識ね、矢島の促進インプット等で、まあ、勉強するようなことなんですけれども、通常の逮捕の手続きを取っていてはね、その犯人に逃亡されたり在所隠滅をされてしまうような、そんな恐れがあるような時にですね、その緊急性というね、要件を満たすことに今なっていきます。で当然今回もそれぐらいのところはあるんだと、これ逃げようとしてるんでね、でクレジットカードとか持ってますから、そのままそれをね、捨てられてしまうと、いけないということになってしまいますから、この辺のところね、例えば16行目証拠隠滅が容易である上とかどうたらこうたらって書いてあるでしょ。だから結局家もないとか逃げられる恐れとか、通常の逮捕の手続きを取っていたら逃げられちゃうし、証拠隠滅されちゃうんですよってことで、これでですね、その禁帯の、ね、要件、あともう一つその、法定刑レベルのところは20行目のところですが、本件は住居侵入窃盗なので、ね、長期3年以上の懲役ということで、一応これで禁帯の要件全部当たるんだということでやってます。そして最後4ページのところですが、2行目のところです。本件実質逮捕はで、ここは親は時間制限守ってるって話がね、9行目のところまで書かれてます。さてで勝負は10行目ですよ。ここまでは予備の担当受かる人は全員書けますから、このね、さっきの禁帯の要件満たして実質逮捕の時間守ってますよってところは、こんなの誰でも書けます。担当試験受かってる人はさすがに。でここから先は勝負ですよね。しかし、本件でピーラが行ったのは逮捕の要件満たしているか検討することすらないままね、複数人で嫌がる行為に有権力を行使して無理やりパトカーに引きずり込み連行するという極めて重大な違法行為、本件実逮捕の5時間後に通常逮捕の手続きを取ったといっても、その5時間もの間ね、逮捕されたのであれば行使できたはずの弁護人、まあ、この方ね、私のゼミ生独特の、まあ、評価をちょっとこうね、アレンジして入れてくれてますけど、弁護人選任権なども与えられないまま取り調べを受けた公の手続き不利益も極めて大きいんだということで、とにかく違法の程度が大きいということを頑張ってね、この人なりに、まあ、説明してるんですよね。まあ、そんな感じでちょっとさすがに今回治癒しきれないだろうという感じね。まあ、一応こう治癒する方向の考慮素、東京高裁で挙げられているのは典型的な治癒する方向での考慮素は揃ってはいるんだけれども、まあ、さすがに今回ちょっとその違法の程度が大きいかな、治癒しきれるほど、治癒しきれないのかなということで、まあ、勾留請求違法、これで勾留違法という形でもやってますね。というわけで、まあ、もしね、まあ、今日今行政法の話とか、まあ、その係争法の話でも全部ね、基本知識が必要になりますから、なのでもしこの話が難しいと思ったら、その原因は多分基本知識の理解が甘いんだと思うんですね。ですので、まあ、今ちょうどね、これまあ夏で、まあ、多少ウェブとかで見てる方、秋以降に見る方もいるんじゃないかと思うんですけど、やはりこう論文が書けない原因というのはね、もちろん論文書き慣れてないっていうところもあるんですけど、でも根本的にそもそも基本知識が理解できてないってことが大きいんですよ。でもね、予備試験の受験生ってやっぱりね、皆さん担当通ってると自分ができるっていうふうに思ってるんですよね。でそれ無理ないと思うんだけど、担当に通るのとやはりこの論文にね、こう要求されている知識の質っていうのは随分違いますので、まあ、ぜひこのね、夏秋の間にですね、まあ、じっくりとね、日頃皆さんが使ってる教材なんかを勉強してね、まあ、深い勉強してもらえればというふうに思いますね。じゃあこんな感じで今回のね、私の分析会の方は終わりにいたします。じゃあ今後ともですね、皆さん受験勉強の方ね、頑張っていってください。まあ、何か機会がありましたらまたレックの方にね、お越しいただければと思います。じゃあどうもお疲れ様でした。